こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がなんやごそごそやってた話です。またなの、いけませんかね。いやまあ別にいいですけれども。ていうか今回は先日 MSX2 用の変換ケーブルをゴニョゴニョやってた日に一緒に作業したものなんですけどね。同じ日になんか作ってたのね。せっかくハンダゴテやらなんやら出したのでついでに前から作っておこうと思ってたセガサターン用の独自使用瓶8ピン変換ケーブル作ろうかなと。つまり今回はサターン用の変換ケーブル作って例の PSPS2 用の HDMI コンバーターに繋いでみるってことね。そういうこと。はいはいそれそうっすね。てかサターンって微妙に特殊な端子だった気がするけどサターン側の端子はどうするの？サターンの映像出力用の端子はミニビン10ピンというちょっと特殊な端子なので端子だけで売ってるのはまず見かけないから。何かしらのサターン用のケーブルから端子だけ分取ってくるってのが一番手っ取り早いかと思うんですが。今回は以前サターン用のスカートケーブルを MSX2 用に改造した時にちょん切った端子を使います。そんなもんまで取ってあるのね。まあなんかホットボンドでガッチガチに止められてたものを中見てみようと思ってカバーぶった切ったりなんだりしたからだいぶボロいけどな。いやゴミやん。失礼な。カバーはあれだけどホットボンド取り除けば端子の方はちゃんと使えるはずです。でこいつにガッチガチについてるホットボンドをデザインナイフやらピンセットやらを駆使して、たったのコンマ2時間ほどで全て除去できました。いや何よその言い方。てかコンマってことは 0.2 時間ってことかしら。だとすると12分。いえこの場合はごく少ないという比喩的な意味で使ってるので普通に2時間かかってます。いやどこがごく少ないのよ。クソ時間かかってるじゃない。うっせはげ。そもそも時間なんてものは人間が作り出した概念に過ぎないのだから2時間を長いと感じるか短いと感じるかは人それぞれなわけであって2時間が長いという感覚を一方的に押し付けるのはどうかと思います。うわこいつめんどくさ。てかじゃああんたはこの作業に2時間かかったのは短いっていうのね。いえクソ長かったです。おいてめえ。まあとにかくなんとかホットボンドは綺麗に取り除けたので、あとはサターン側の出力から RGB 出力に必要な信号だけを独自仕様の DIN8 ピンに変換するように配線していきます。ちなみに今回は複合同期信号のところはサターン側の8番ピンのビデオ信号をつなごうと思います。なんでよ。もともと AV マルチ端子の場合ビデオ信号を同期に使ってるっぽいから PSPS2 用のコンバーターにつなぐなら使える場合はビデオ信号を使っといた方がいいのかなと。なるほどね。あとはビデオ信号にしておけば例の途中につなぐ改造した AV アダプターからコンポジットでも映像出力できるようになるだろうし。まあもし映らないようなら8番ピンと1番ピンを入れ替えて繋いでみます。ってことで作業の方続けていきますが、例によって今回もいらない LAN ケーブルを有用してケーブル作っていきます。なんだかんだでこれもだいぶ残り少なくなってきたわね。ウプ主家ではかなり使用頻度の高い素材と化してるからな。まあ別にこれが終わっても他にもまだいらない LAN ケーブルあるから問題ねえっす。そうですか。でまあこいつをいつものように適当な長さでぶった切りまして、外側の私服を両端適当にムキムキして、中の線を取り出して、ばらして、こちらもそれぞれ両端の私服をムキムキして配線の準備は完了です。もう何度目かわからないくらいよく見る光景ね。だんだん癖になってくるだろ。なるかボケが。ってことでまずは先ほどホットボンドを取り除いたサターン側のミニ DIN10 ピンの方に配線していきます。でいつもやってる DIN8 ピンのやつより一つ一つのピンが細くて結構苦戦しましたがなんとかハンダ付けできました。苦戦した様子が映ってないけど写真撮る余裕がないくらい苦戦したってことかしら。そうです。ちなみにこの後収縮チューブで保護したんですがそこの写真も撮り忘れました。そうですか。で続きまして DIN8 ピンの方にハンダ付けしていきます。ウプ主さんは学習能力の高い賢い子なので今回は忘れずにちゃんとコネクタカバーを先に通しておきます。いやいつも散々忘れ倒してるくせにどこが賢いのよ。でまあこちらもハンダ付けして収縮チューブを取り付けました。なんか収縮チューブあんまうまく付けられてない気がしますけど、気のせいです。ってなわけでカバーを付けたら完成です。まあカバー付けちゃえばパッと見はいい感じになるわよね。けどサターン側のカバーはぶった切ったやつをとりあえず被せてあるだけなので裏返すと残念な感じになります。うっさいとりあえず使えればいいんです。いやまだ何も言ってないでしょうが。まあとにかくもろもろセッティングして動作確認してみます。ちなみに一応つながり方を説明しておきますと、サターンに今回作った独自仕様の DIN8 ピン端子への変換ケーブルをつなぎ、そこに入力側を独自仕様の DIN8 ピン化改造した AV アダプターをつないで、AV アダプターの AV マルチ端子に PSPS2 用の HDMI コンバーターをつないでキャプチャーへって感じになってます。相変わらず結構面倒なつなぎ方よね。まあその辺は仕方ねえでゲス。いやなぜ語尾がゲス。じゃそろそろスイッチオンです。でこの通り何の問題もなく綺麗に映りました。おお、よかったわね。で音声のノイズも MSX に繋いだ時よりもだいぶ小さいので、これなら特に問題なくサターンで遊ぶ時はこちらのコンバーターで4対3表示にして楽しめそうです。ちなみに一応この後スト0で遊んでみたのでそちらの映像も映しておきます。うん、これだけに映ってれば大丈夫そうね。ああ、サターンの場合はプレステ繋いだ時とあんま変わらないくらい綺麗に映ってる気がするな。ってことでせっかくなので PS1 に繋いだ時の映像と並べてみました。ちなみに音声はプレステの方を流してます。うん、並べてみるとサターンの方が若干暗めに映ってる気がするけどまあ並べなければ気にならない感じかしらね。ああ。この辺は機種による色合いの違いもありそうだし個人的には単体で見る場合は特に気にならなかったな。でこの後一応サターンでスト0を1回クリアするくらいまで遊んでみたんですが、特に映像や音声が乱れることもなく普通に遊べました。よかったわね。ああ、変換ケーブル作る手間はかかるけどやっぱ PSPS2 用の HDMI コンバーターは汎用性高いな。まあでも本来の使い方じゃないから何かあっても文句は言えないけどね。まあその辺は完全に自己責任でって感じだな。あ、最初に言うの忘れてましたが今回もあくまでウプ主が自分で使うものを作りたいように作ってるってだけなので、もし万が一真似して同じようなことして何かあっても一切の責任は取れませんのであしからず。まあ例によって誰も真似しないだろうけどね。念のためです念のため。ってことでとりあえず普通に PSPS2 用の HDMI コンバーターでサターンを映せるようにはなったので、次は AV アダプターからサターンの映像をコンポジットで出力できるかどうか見てみます。でまあこちらもこの通り問題なく映りました。おお、これなら改造した AV アダプターの3色端子が飾りじゃなくなるわね。ああ、やっぱり AV マルチ端子に変換するならビデオ信号を同期信号に使う方が良さそうだな。まあでも RGB 出力を HDMI に変換して綺麗な映像で映せるのに別にコンポジットで出力できなくてもいいっちゃいい気もするけどね。いやまあそうなんだけど、もし同時に出力できるならばアーチャガン使うときに便利かなと。ああなるほど、そうすればキャプチャーするのは HDMI に変換した方からキャプチャーして、プレイの方はブラウン管に移してガンコン使えるってことね。ああそう思って試してみたんだけど、結果うまくいきませんでした。うん、なんかちらついてるだけでちゃんと映ってないわね。ちなみに同時に出力せずにコンポジットだけで繋げばこのテレビにもちゃんと映ります。なんか惜しい感じね。てかそもそも AV アダプターは AV マルチとコンポジットの同時出力できないとか。いや、そんなことはないぜ。無改造の AV アダプターを PS1 に繋いだ場合はちゃんと同時に出力できたし。わざわざ PS1 でも試したのね。元から同時出力できることは分かってたけど念のためね。てかだからサターンでもいけるだろうと思ったんだけどな。なんでサターンだとダメだったのかしら？サターンだからダメっていうかもしかしたら元からついてたケーブルをぶった切って AV アダプターを DIN8 ピン仕様に改造したのが原因で同時出力できなくなったって可能性はあります。確かにその可能性は大いにありそうよね。まあとりあえずは PSPS2 用の HDMI コンバーターに繋げるようになってさえいればいいので言っちゃいいんだけどな。まあ同時出力はできないけどとりあえずコンポジットでも一応出力できたはできたしね。それにサターンでバーチャガンで遊んだ映像をキャプチャーする場合は前にバーチャコッププレイした時みたいにスカートプー HDMI コンバーターでキャプチャーすればいいしな。どうせバーチャガン使う時はブラウン管の画面見るから別に4対3表示できないスカートプー HDMI コンバーターでも問題ないし。動画でキャプチャーした映像を使う場合は後から編集ソフトで4対3に直せばいいしね。ってなわけで微妙にうまくいかないところもありましたがとりあえず無事サターンを PSPS2 用の HDMI コンバーターで映すことには成功したので今回は以上です。しかしあれね、今回もまた再生回数いかなそうな内容の動画だったわね。たとえ再生回数が少なくとも全世界に3人いるウプ主のヘボ作業愛好家の皆様には刺さりまくりしていな内容だったと思います。いや何わけわかんないこと言ってんのよ。まあさすがに次回は作業系の動画じゃないと思います。多分。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。